初めまして、テレビ PR マリオのイメージモデルの泉哲也です。今日は私が人生で初めてドッキリをさせてもらうんですけど、レッピーピーのウェブモノ3人の子たちに偽企画を撮ってるらしくて、そこでスタッフの人に変装して声をかけたりとかいろいろしてバレないようにするっていう企画を今からしたいと思います。頑張ります。はい、こんな感じで変装してみました。結構メガネとマスクしてるのでバレないかなと思います。やっていきます。ベビーチャンネル、ベビーチャンネル、ベビーちゃん、やちゃんです。ミルキーです。そよちゃんです。ベビーのミキティです。今日も始まりました、ベビーチャンネル。今日の企画はなんとレピピのことぶっちゃけどうなのぶっちゃけトーク企画でーす。はい、全然嫌そう。実際レピピのことどう思ってんのかな、愛してくれてるのかなっていうところ。愛してますよ。愛してる。愛してる。早速ぶっちゃけていきましょう。はい、おー、おー、で、入るときカメラ押さえて、はい、ということで早速レピピのことを語ってもらいましょう。まずはやっぱ最初が大事っていうことで出会い編からいきたいと思います。すごい深い愛を最初から語っていただいたので、はい、次はちょっとウェブモになってみてどうか、はい、ちょっとぶっちゃけトークしてもらいたいな。よりそのレピピについて知るようになって、うん、今まで着てた洋服の組み合わせ方も変わったし、うん、雑誌とかにもよく掲載されてるので、うんうん、やっぱみんなニコラ呼ぶってこと？呼びます。じゃあ早速ニコラ関連でレピピのイメモについて聞きたいと思うんだけど、ミヤちゃんと、まあ、歴代の子でもいいけど、私のミヤちゃんのイメージはかっこよくてクールな感じなんですけど、なんかたまにのなんか可愛いキュートな感じがすごく可愛い。ポージングがめっちゃ上手で、すごいごめんなさい、ちょっとバッテリーで変えます。ごめんなさい、一回止めます。笑ってると熱くなっちゃう。バッテリー変えます。はい、こっちですか。はい、大丈夫です。すいません、もう一回。みなちゃんの、そうですね、ここから、はい、はい、お願いします。と、あとみやちゃんに聞いてみたいことは、ポージングのめっちゃ上手なので、どうやって練習しているの？私はなんかイメモとして気をつけてることとか聞きたい。じゃあ実際に会えたらどう？YouTube の例えば企画やりたい、やりたい、やりたい。結構見てるかもしれない。そうそう、そう、なんかやれたらいいね。思います。お願いします。だってミヤちゃんでいつかレピちゃんかなんかでコラボ共演できたらいいなって楽しみにしてます。はい、ということで今日はみんなのねレピピ愛、あとイメモのねミヤちゃんの愛聞けて本当に嬉しかったです。はい、はい、ということでこの企画が良いと思った人は、ちょっと最後だけもう一回いいですか。ちょっとずれちゃった。座り位置調整しようか。今もう本当最後のとこだけで、はい、大丈夫かな。一回みんな座ってもらって、みんな靴に持ってください。すいません、私もメイク直ししてもらってもいいですかね。すいません。お願いします。たらすみません、こんな格好で。泉哲也です。なんでなの、俺ミスだった。え、びっくりしすぎて気づかなかった。なんか気づ
だった。えって思って、美味しいなんでマスクとメガネなんだろうということで、ドッキリミヤちゃん。ポージングの練習はどうやってしてますか？みんながその撮影をしている時を見たりとか、あとこのアイテムはこういう風に見せるとか考えたり、雑誌を見たりとかで勉強します。どうぞ。耳元して気をつけてることは、耳元して気をつけてることは、エピピがよくイベントに地方とかも行くので、大きな声で笑顔で話せるようにしてます。今日の声はどうでした？結構低めに切り替えますみたいな感じで。可愛かった。え、ファッションコーディネートはどこから決めてますか？ファッションコーディネートは、なんだろう、この服を今日は着たいなっていうアイテムを一つ決めて、でそこからそれに合うアイテムを決めます。はい、ということで、メモのミヤちゃんにドッキリで登場してもらいました。はい、はい、本当にびっくりしてもらえてよかったです。よかった。今度は本当にイベントの裏側とか、そうですね、見てもらおうかな。できたー、できたー。はい、ということで、今日のぶっちゃけトーク良かったと思う人はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。